ピオトル・トロホースキは、ポーランド・トチェフ出身で、ドイツ国籍の元サッカー選手、元ドイツ代表である。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。彼の家系は1919 19年まで、ドイツ帝国の領域であった西プロイセンに、由来しており、ゲルマン人ではなく、スラブ人であったが、法的に、ドイツの系譜を受け継いでおり、すべての祖父母は、ドイツ国籍を有していた。 ピオトル・トロホースキは、ポーランド・ポモジェ県の土地府に生まれ、彼が5歳の時、両親と共に帰還権を行使して、ドイツのハンブルクに移住した。9歳の時にビルステッド・ホーンでサッカーを始め、その後は、SC コンコルディア・ハンブルク、FC ザンクトパウリの下部組織でプレーした。1999年に、バイエルン・ミュンヘンの下部組織に移り、2001年に、 バイエルンミュンヘン2に昇格した。2003年にトップチーム初出場を果たしたが、出場機会は少なく、2005年1月に、故郷のハンブルクにある、ハンブルガー SV に移籍した。トーマスドル監督に出場機会を与えられ、自らの価値を証明した。2005年9月24日のバイエルン戦では、フルス相手に得点1アシストの活躍を見せた。 2005から06シーズンにはレギュラーに定着して5得点を上げ UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得に貢献した。2011年4月5日シーズン終了後にリーガーエスパニョラのセビージャ FC に移籍することが合意に達した。2010から11シーズン後半戦はハンブルガー SV にとて扱いづらい選手であり、 ウィンターブレイク明けにはめっきり出場機会が減っていた。2015年7月21日 FC アウクスブルクへ移籍。4シーズンぶりにドイツへ復帰した。ファンやレポーターに囲まれたトロヒョウスキ・ポーランドで生まれたため、ポーランド代表を選択する権利も有していた。ピオトルの母親はポーランドサッカー協会に何度も手紙を出し、 ピーオトルが優れた才能の持ち主であることや、彼が、ポーランド代表招集に乗り気であることを知らせた。しかし、ポーランドサッカー協会は彼に興味を示さず、彼は、ドイツ代表を選択することとなった。2005年8月に行われたインタビューで、僕の心はドイツよりもポーランドにある。でも、ポーランドサッカー協会の人間は、誰一人僕に関心を示さなかった。 それで、ドイツ代表でプレーすることを選んだ。僕の母が送った手紙に返信はなかった。そしてドイツサッカー協会は僕に興味を示したからねと、語った。しかし、ドイツのディベルト市では、もし過去に戻れたとしてもドイツ代表でプレーすることを、望んだろう。学校は楽しいし、ここで、サッカーの技術を得たからと語っている。2003年には、 U-20 ドイツ代表として、FIFA ワールドユース選手権に参加した。ハンブルガー SV に移籍して1年後には、ドイツ A 代表のヨアヒムレーブ監督が初めて彼を招集し、2006年10月7日のジョージアとの親善試合でデビューを飾った。UEFA 欧州選手権2008予選では6試合に出場し、UEFA 欧州選手権2008本大会にも、 出場した。2008年10月15日、2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のウェールズ戦で代表初得点を決めた。3人の兄弟はいずれもセミプロのサッカー選手である。いとこのクリスティアン・トロホースキは、ラグビードイツ代表の選手である。ありがとうございます。